皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。皆さん、タスク管理どうやってされてますか？テレワークをするときに必ず決めておいた方がいいのがチームメンバーのタスク管理です。テレワークを推進しようとすると必ずサボる社員がいるんじゃないかっていう議題が上がると思うんですよね。ここについては本当いろんな考え方があると思うんですが、あくまでも私は極論やるべきことをちゃんとこなしていて、お客さんが満足してくれているのであれば会社としては全然問題ないと思うんですよ。サボってるかどうかを管理するよりももっと大事なことは、進めるべきタスクがきちんと期日までに進んでいるか漏れてないかっていうことを管理することの方がよっぽど大事だと思っています。そういう意味でタスクを個人個人に任せるのではなくてチームで管理していくっていうのは本当にテレワークをする上で必ず検討した方が良い項目です。タスク管理もいろいろなツールサービスがあるんですが、今回ご紹介するのはトレロというタスク管理のツールです。このトレロ、私本当に大好きなんですけど、無料でですね、必要な機能のほとんどのことが使えて画面がとにかく分かりやすいんですよ。タスク管理のツールを入れてそれを使いこなすのに時間がかかっていたら元も子もないと思うんですけど、本当に使いやすい画面なので私はすごく気に入っています。これは私の会社で導入しているというよりも私のチームで利用しているっていうツールなんですけど、もちろんチームでツールを導入するのはすぐには難しいっていう方でも、これは個人で使っていただいてもすごく生産性が向上すると思うので、まず無料で始めてみることをおすすめします。今回はトレロの始め方、それから使い方で、最後番外編で私が個人的にプライベートでも使っている使い方っていうのをご紹介していきます。それでは早速始めていきましょう。まず最初にトレロの始め方をご紹介していきます。ここからは実際の画面を見て進めていきます。まずブラウザでトレロと検索をしていただきます。そうすると一番上にトレロのウェブサイトが出てくるので、これをクリックしていただくと、はい、こんな感じでトレロのページに行きます。で、あとはここにメールアドレスを入れていただくだけでアカウントの作成ができます。はい、メールアドレスを入れられたらアカウントの作成を押します。で、こちらに自分の名前を入れていただいて、パスワードですね、パスワードを入れていただいてサインアップをします。はい、たったこれだけでトレロのアカウントができて実際にタスク管理を始めることができます。まず最初にボードに名前をつけるっていうのが出てくるので、一旦例えば個人タスクとかっていうふうにつけます。はい、で、一旦これはリストは後でも変えられるのでこのままにしていただいて、まあ、カードとかも適当にまず入れていただければいいかなと思います。完了ですね。これでボードを作成しましょうってなるので押していただくと、こんな感じで実際の画面が開きます。たったこれだけでアカウントの作成は完了です。次にトレロの使い方をご紹介していきます。トレロはボード、リスト、カードっていう3種類の要素で構成がされています。これもちょっと実際の画面でご説明していきます。はい、今は個人タスクっていうボードが開いている状態です。で、この中のこのグレーの横に並んでいる枠がリストで、その中にあるこの白い枠のものがカードと言われています。基本的にはボード自体はプロジェクトごとに作って、このリストは進捗ごとに作って、この中の白いカードはタスクごとに作るっていうのが基本になってるみたいです。ただこれは本当に自由にしていただくことができるので、皆さんのお仕事の仕方に合わせていろいろ変えることができます。実際に今だったらこのこちらからプロジェクトがスタートして横に右に行くにつれてプロジェクトがクローズするのに向かっているようなイメージなんですけど、まず未着手で進行中、確認依頼、保留完了っていう感じになってます。で、実際このカードがですね、例えばこの企画書作成っていうカードだったら今未着手なんですけど、実際作業を始めたら進行中に移動する、で確認のフェーズになったら依頼をして保留にしてとか、あと完了にしてっていう、このタスクの移動っていうのをものすごく簡単に分かりやすい画面でできますよね。これがすごい使いやすいポイントかなと思っています。で、実際このカード自体もいろいろ機能がついていて、このカードをクリックしてもらうとこんな感じでですね、まずこの説明っていうところが書けるので、ここに
そのカードの概要を書いておくこともできますし、あとはここにチェックリストっていうものがあります。これはこの右のチェックリストからどんどん作っていくことができるんですが、ここにそのもうちょっと細分化したタスクとかを書いておくことができて、上から終わったらチェックっていうふうのを入れていくと、今このタスクがどれぐらいの進捗かっていうのがここにパーセンテージで出てきたりもします。これも結構漏れを防げて便利かなと思います。あとはここにコメントを入力することができるので、その進捗状況だったりとか忘れたくないこととかっていうのを書いておくっていうと便利です。あとここにそのカードに関わるメンバーを他に追加したりとか、自分たちがすごく可視化しやすいようにこういうラベルをつけておくこともできます。実際ラベルつけるとこんな感じでカードの中で表示がされて、一目で分類とかが分かるようになるかなと思います。あともちろん期限とかも入れておくことができますね。保存しておけばカードに期限が一目で分かるように入ると。あとここに添付ファイルもできます。これはあの Google ドライブとか Dropbox もできますし、もう添付ファイルここにリンク自体を貼ることもできます。はい、あとはここからもう移動を他のボードとか他のリストに移動させたりとか、コピーをして同じカードを作って他のボードに入れておいたりとかっていうようなことができるようになってます。で、新しいカードはここのカードを追加っていうところにタイトルを入れれば、はい、こんな感じで出来上がります。で、リストもここに好きなように追加をすることができるし、こういう名前とかも簡単に変えられるので、本当に皆さんのお仕事に合わせてで作ることができるかなと思います。で、このボード自体も切り替えることができて、このボードリストをクリックしてもらうと今作成されているボードっていうのが出てくるので、ここから例えば違うボードに飛ぶっていうことができます。で、ボードはここから新しいボードを作成っていうこともできるので、このようにですね、ボードタイトルを入れて作るだけです。で、例えばこのサービス企画っていうボードだったら、これは人ごとにリストを作ってるんですよね。で、ここにこうその人のタスクを追加していくっていうようなこともできるので、少人数のチームとかだったらここに全員のタスクを書いておいて、全員が他の方がどんなタスクを持ってるかっていうのを管理することもできて便利だったりします。私も前はこのやり方でタスクを管理してました。で、このボードにですね、他のチームメンバーを招待するときは他のチームメンバーにもアカウントを作ってもらって、この招待を押してもらうと、ここにメールアドレスを入れて招待状を送信っていう風にすると、相手のメールにこのボードに参加してくださいねっていうのが届くので、そこから入ってもらえればみんなで同じボードを管理することができます。あとこの後ろの背景はですね、この背景を変更っていう右上のところを押していただくと、いろいろ写真とかがこうやって出てくるので、自分の好きなもの、なんかテンション上がるものとかっていうのに変えておくことができます。最後にスマートフォンからでもこのサービスは使うことができて、その画面も簡単にご紹介しておきます。アプリをダウンロードしてもらってログインをすれば、こんな感じでですね、アプリの画面が出てきます。で、ボードを選んでもらったら、こんな感じで同じようにパソコンの画面の時と同じように管理することができます。もうちょっとちっちゃくしてみたかったら、右下のボタンを押してもらったらこんな風に見えて、同じような操作感でこうやってカードを選んで移動させていくっていうことができます。なので外で仕事されるのが多い方とかも、スマホのアプリで使ってもらってもすごく使いやすいかなと思います。最後に、これはちょっと本当に番外編で、私トレロが好きすぎて個人的にも使っているので、おすすめの使い方をいくつか紹介したいなと思います。私本当にちょっと記憶力がないので、とにかく書き出してリスト化しておくっていうのを日頃の生活から意識しています。例えば個人のタスクリストだったら、毎日するルーティーンとか、週末にやりたいことリスト、あとは時間が空いた時にできたらやることリストとか、今年チャレンジしたいことみたいなのを一つのボードの中でリストを分けてカードを作っていくようにしています。あと勉強ボードだったら、
こう日頃の仕事してる中とかで、あ、これのことちゃんと勉強しておきたいなって思った単語とかが出てきたら、それを例えば私だったら AWS のサービスとか Google のサービス、 IT 知識一般教養みたいな感じで分けて、そこにカードを入れておいて、時間があるときにしっかり調べておく。でそれを調べ終わったら完了に移動しておいて、それを1ヶ月ごととかに見返して、見たときにその単語について分かりやすく説明ができるかをもう一回確認して、できてたらもう削除しちゃうみたいな風にして頭に定着させるようにしてたりもします。あとお買い物リストとかだったら、本当に私何がなくなったとか何が家の中にあるっていうのを本当に忘れちゃうので、在庫がなくなっているものをスーパーっていうリストだったら、なんか砂糖とか醤油とかって書いておいて、あとドラッグストアとかもですね、日用品のなくなりそうなものとかを書いておいたりとかして、あとはまあ化粧品とか洋服とか家電とかで欲しいものをリスト化しておいて、来月どんなものを購入しようかなってそこから考えたりとかするようにしています。あと旅行のリストとかだったら、行くところが決まった時に事前に準備しておくことをもうリストにカードで作っておいたり、当日のスケジュールとかも日別でリストを作って書いておいたり、絶対食べたいものとか絶対行きたいところとか行ってみたいお店リストとかみたいなのをメモしておくと、それがすごく使いやすかったりします。はい、いかがでしたでしょうか。トレロは本当に見やすくて分かりやすいっていうのが何よりいいところかなと思います。ぜひトレロを活用いただいて、テレワークだったりとかお仕事っていうのを効率的に進めていっていただけると嬉しいです。今回の動画が役に立ったと思った方は、ぜひ下のグッドボタンもよろしくお願いします。テレワークに役立つ情報はこちらの再生リストにまとめておりますので、またお時間があるときにご覧ください。引き続きテレワークやおうち時間が快適になる方法をアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。